Challenger。両者この一戦に何をかけるか、いってみましょう。注目のファーストラウンド、何が起きる？弾で様子を見るか。さあここでチャージを一つ。チャンスではコンボを使ってしっかりまとまったダメージを与えていきたい。手を出し合った両者、ここからどう動く？意識の外でチャージ成功。さあ飛びはきっちりガードで対応、焦らずどっしり構えている。さあダウンから倒しきる。プレイヤー2、ラウンドを取って圧力をかける。このままいけるか。ラウンド2ファイト。対空きっちり掴んできた。長い下段が来る。危険性はしっかり、良い間合いから触っていく。打たせて取る、鮮やかな差し返し。相手をコントロールしてのパニッシュカウンター、お見事。 SA ゲージは両者マックス。ここからのゲージ運用が勝負を分ける。さあここからあまりにもきつ繋いできた。さあ両者体力も頭上がガラキ。ここで急ブレーキ発見。プレイヤー2、見事な勝利。この調子で連勝街道を築けるか。まだまだやる気満々。連戦がお互いを高めていく。ダイゴスが突き刺さる。意識の外でチャージ成功。コンボを叩き込む。コンボの後どう展開する。プレイヤー1、さあ追い詰めた。壁から逃さないことを優先、徹底している。プレイヤー1、ドライブゲージが空になるのはまずい。どうするこの状況。あまりにも危険な地上戦が続く。 KO。 プレイヤー1、先に1本もぎ取った。この勢いのまま行きたいところ。ラウンド2ファイト。大胆にチャージする。ここから何が起きる。次のラウンドが始まる。意識の外でチャージせ、受け止めながらうまくゲージを運用してチャンスを広げていく。警戒している、できている。バーンとしている。プレイヤー2、バーンとしている。これはこの距離で打ってきた。プレイヤー1、ここでの押し引きが重要。うまくワンチャンス作ってねじ込むことはできるか。たまにここでバーンと、これはうまくヒット。最後は極めつけ、レベル 3SA か。 SA フィニッシュ、抜かりはない。プレイヤー1、見事な勝利。この調子で連勝街道を築けるか。このままでは終われない。再戦を選択。次はどんな展開となるか。ここはうまくチャージした。投げ、うまく踏み込んでいく。プレイヤー2、相手を壁に押し付ける。隙をついてうまくチャージする。投げは抜けられず、仕切り直す。手足を伸ばすは相手に当たる怖い距離。ここでの押し引きが重要になる。さあダウンから飛びは通さない。危険な状況になっている。ミスはもう許されない。最後はカウンターで KO。 相手の動きが手に取るように分かっているのか。プレイヤー2、まずは先制。しかし気は抜けない。ドライブ波動拳。ここから何が起きる。次のラウンドが始まる。打撃はパーリー。投げ、さあここから確実にダメージを与えていく。プレイヤー2、このバーンアウトはかなりきついか。真空波動拳を打っていく。チャージしている。プレイヤー1、苦しい状況。ゲージを使って打破できるか。うまく投げが通った。バーンアウトする。第3フィニッシュ。
プレイヤー2、見事な勝利。この調子で連勝街道を築けるか。お互いのプライドをかけたこの一戦、見ていきましょう。さあファーストラウンド、注目していきましょう。飛び道具でペースダウンを図るか。飛び道具を使って遠距離でも息つく暇は与えない。さあ差し合いの距離、ドット単位の見切りができるか。プレイヤー1、相手を壁に押し付ける。さあどうする。ジャンプが噛み合って、相手の隙をついてジャンプからの攻撃が当たれば大ダメージのチャンスとなる。上から仕掛けていく。さあ飛びはきっちりガードで対応、焦らずどっしり構えている。プレイヤー2、残り体力はわずか、しかしドライブゲージをうまく使えば逆転は可能。飛んでいる。さあなんとか中央へ押し返した。 KO。 プレイヤー1、先に1本もぎ取った。この勢いのまま行きたいところ。このラウンドが勝負となるか。これは掴めず。掴んできた。投げ間合いを作っていく。中足がヒット。上から来た。うまく投げていった。プレイヤー1、壁のプレッシャーを使えるか。一息つく。ここでガンアウト。残りわずかな体力。大足が間に合う。倒しきる。プレイヤー1、見事な勝利。この調子で連勝街道を築けるか。次はどんな試合展開になるのか、どんなドラマが生まれるのか。ダウンさせてどうする。リーチのある技でしっかりダメージを与えている。飛びをガードして、ここから。プレイヤー1、まずは体力をリード。若干の体力差はついたが、まだまだ。ダイエス成功。さあその後、さあここでカウンターが決まって大きなダメージとなる。届いた。プレイヤー1、まずは流れを作った。このリズムのまま倒しきれるか。ダイヤ足払いはガード。投げは届かず。手を出し合った両者、ここからどう動く。ダイヤ足からチャンスになるか。牽制はしっかり、良い間合いから触っていく。さあカウンターが決まる。これは痛いダメージ。さあ逆転 KO。 プレイヤー1、完全に噛み合った形。さあこのマッチアップどうなるか、展開に注目していきたい。さあ試合開始、実況解説は R でお願いします。ジャンプからの攻撃は許さない。これはガンミか。プレイヤー1、相手を壁に押し付ける。ダウンさせる。恥は嫌だという気持ちが両者に見受けられる。壁のリスクは回避する。ここは投げを見せてガードを崩す。手を出し合った両者、ここからどう動く。プレイヤー1、ドライブなしで倒しきれるか。試合は終盤、ここからの KO。 プレイヤー1、幸先の良いスタート。噛み合わせはいい。さあ殴りかかって圧をかけていく。投げを使ってガードを崩す。SA ゲージが両者にはある。どこから叩き込むか。ダヤシはガード、ダウンはしない。どう崩していくか。さあ近距離のせめぎ合い、真空波動拳食うか。さあホッカバーンとしている。ここでたの KO。 もうやるしかない、駆け抜けるしかない状況。ファイトファイト。さあラストラウンド、ここが踏ん張りどころとなるか。前のめりの一撃は不発となった。
投げが決まった。フレギしっかり抜けて、タイク端からは出さない。ここは迎撃。次はどうする。さあこれで攻守交代。タイエウゴールドで捕まえている。さあそしてなってない。いい投げ、どうなる。受け止めている。おっと、ここで SA 発動、 SA フィニッシュ。いや素晴らしい選択。ここぞの時にしっかり打っていた。各試合を見てきましたが、こんな試合は記憶にありませんね。